今日はホンダの新型のシビックを見に、をホンダカーズに来ております。私はシビックのオーナーということで、だいぶ前ですね、 EG6 に乗っていたことがありまして、それ以来ずっとシビックには興味を持っていて、 EK9 のタイプ R であったりとか FD2 であったり、あとは FK7、FK8、そういった車も乗ってきた経緯があります。で、今回この車、今までのシビックに対してどういった方向性で進化したのか、何が変わったのかということを、カタログでは拾えない魅力についてをお伝えをしていきたいと思います。で、シビックといえば、私の中ではボーイズレーサー、なおかつハッチバックというイメージがあるんですけれど、この車は大きく変わったのが、5ドアのハッチバックというイメージから、今の現代の5ドアのハッチバックのセダンに変わったというところが、この新型のシビックの大きな変化になります。で、後ろに今アコードが止まってるんですけれども、もっと言うとアコードのコンパクト版、 BMW で言うとアコードが5シリーズだったとすると、こちらのシビックは3シリーズ、アウディで言うと A3 みたいな、そういったイメージの車に大きくガラッと変わってきたということになります。で、かつ、日本の自動車メーカーどこもそうですけれども、ヨーロッパの車をベンチマークにしてるんですけど、より一層ヨーロッパの車のテイストが出てきたなと。で、特に思うのが、このディーラーオプションのリアスポイラー、これ718のケイマンとかもこういったデザインになってるんですけれども、非常にかっこいい、洗練されています。そこもこのシビックのフォルムにしっかりと合っていますし、このリアのテールなんかはアウディの TT に似てる、そういったイメージもあるですけども、なんかパクリだよとかそういった悪いイメージというのは全くなくて、この新しいシビックにしっかりとマッチしてるな、そういう印象を非常に受けます。パッと見た感じ、走りに洗練されたモデルの5ドアのスポーツセダンだという印象が非常に強い車になっているなということを、まず私はこの車を見せていただいて第一印象を感じたところになります。で、このヘッドライトのデザインも、歴代のシビックも切れ長のヘッドライトになっている、ホンダの車は全体的に切れ長のフェイスになっているっていうのが昔からの特徴的なデザインなんですけれど、それをしっかりと継承していて、パッと見てシビックだっていうことは気づけるデザインになっている。かつこのバンパーもハの字型のエアダムになっている、こういったところもスポーツセダンにふさわしいデザインになっているのではないかなということを私自身は感じます。で、このルーフなんかもスポーツカーにありがちな、この上のところで開口部を決めて作られているというところも非常にスポーティーですし、このホイールのデザイン自体もあたかも BBS のホイールと思わせるような、非常に力強いホイールのデザインになっている。私このスタースポークの5本スポークのホイール大好きなんですけれども、このリブ太くて、太いんですけど重そうだなっていうと感じないデザインになっています。力強いデザイン、そこが非常にこのシビックにマッチしている。で、235418というイーグル F1、 これは先代のシビック FK7 と変わらないタイヤになってますけれども、もうこれで十分このシビックの持ち味である軽快でパワフルな走りというものが楽しみ。で、フロントはストラットということで変更の方はありません。リアはマルチリンク式になっていて、で、タイヤホイールのデザイン、なおかつサイズは変わらないんですけれど、ブレーキが後ろはソリッドのままです。で、ナックル自体はアルミのナックルを使っていて、バネ下重量を軽くしているということに、やっぱ走りにしっかりと
貢献された設計になっているということです。で、もう一つデザインで非常に重要なポイントというのが、このベースデザイン、直線になってる下もそうですけど、余計な曲がってるようなところ、唐突なところがね、全然ないんですよね。ベゼルもそうでしたけれども、こういった直線のラインを作ることによって、小さい車なんですけれども大きく見せることができる、存在感が高い車に見せることができる、そこが非常にいいなって思うところです。それに伴って今回大きく変わったところは、リアのハッチが樹脂になったことによって、ヒンジの部分が今までこの辺にあったんですけれども、ここの下にヒンジを設けることによって、ここの凹凸をなくしてスッと後ろまでデザインを伸ばしていく、そういったデザインが変わっている。このように開けてみると分かるんですけど、ここの部分、通常ヒンジってこの辺についてたりするんですけど、ここにつけることによって形状、デザインをスポイルすることなく、このようにヒンジを設けることができる。で、これを樹脂にすることによって製造工程として、まあ、こういった作りができるようになるんだと思うんですけれども、設計の自由度、なおかつスケッチで描いたデザインに近い形で物を作ることができる、デザインすることができる、デザインを反映することができるというところ、ここも非常にこのシビックのデザイン性を上げる上で重要なポイントになっているかと思います。はい、で、せっかくなのでエンジンを少し見てみたいと思います。エンジン自体は L15C ということで変わってないんですけれども、184馬力で、トークが245ニュートンだったかな、そのぐらいの出力なので、先代と大きくは変わっていないかなと思います。で、このようにシビックレインセンサーがついています。まあ、ベゼルの Z グレードにはレインセンサーがついているということで、こちらのシビックにもレインセンサーがつくようになっています。それでは今度は中見ていきたいと思うんですけれども、中も先ほども少し乗せていただいたんですが、乗った瞬間違うなって思ったところをまずご紹介します。乗った瞬間まず違うなって思ったところは、先ほどもお話ししたんですけれども、3シリーズ的な BMW の3シリーズ的な車、小さい高級サルーンというイメージだとお話ししたんですけれど、乗り込むとまさにそれが具現化されている質感に変わっています。今までのシビックは5ドアのボーイズレーサー的なハッチバック的なイメージが強かったんですけど、もうどこを見ても高級感がしっかりと漂っている、アコードと遜色のない車内の質感に変わったということが非常に大きなポイントになります。このように A ピラーのところにも BOSE のサラウンドシステムがついていたりとか、あとはエアコンのこのダクトも今までにはない新しいデザインになっていたり、それからベースのデザインが直線帯びているので、車自体がすごく広く壮大な感じがしっかりと漂ってくる、その辺も高級感を上げる工夫の一つになっているのではないかなと思います。もう一つはこのようにナビが今までイマイチだったと思うんです。 FK7 もそうでした。でもこちらはベゼルと同じナビが今回つくようになったということも非常に大きなポイントになるかと思います。メーター周りもアコードと同じような形、なおかつベゼルもそうですね、このような形でイラストがつくようなスポーツモードであったりとか、タコメーターなんかも液晶画面になっていたりとか、あとはこのようにホンダ選手自体も新しいものにアップデートされていたりとか、あとはこちらレインセンサーついているモデルになりますので、レインセンサーもオートが選べたりとか、
でこのステアリング自体も高感触レザーで、で赤ステッチということで、サルーンでありながらもスポーティーな演出というものがしっかりとありますし、パネルなんかもこのように単なるピアノブラックのパネルではなくて、少しこうカーボン調に近いようなパネルになっている。ドアノブなんかも重厚感のあるドアノブになっています。でこちらセンターコンソール付近なんかも、このセレクターもフィットと同じだとは思うんですけれども、この内装にはしっかりとマッチしていて、特に私は違和感はないかなと思います。でこのパネル自体も先ほどドアパネルでも紹介しましたけれども、カーボン調っぽいパネルになっていて、これも質感の向上に一役買っているのではないかなと思います。でドライブモード、アイドルオフスイッチ、電動パーキング、ブレーキホールド、とあとはコンソールボックスなんかも非常に使いやすそうですし、小銭を入れたりとかできるし、少し大きなものでしたらこのぐらいのコンソールボックスのボリュームでしたらいろいろ入れられたりしそうです。鍵はベゼルと同じタイプで、新しいタイプの鍵に変わっています。でこちら行きますと、非接触の充電器、パワーアウトレット、 USB、 チャージ用の USB で、こちらも定評があったようにベゼルにもついていましたが、ダイヤル式のエアコンのコントローラーで、こちらに今は使いませんけどシートヒーターがついていたりとか、からデフロスター半径、まあ、この辺がついている。ここも表示がしっかりと出るようになっています。まあ、そういったところですね。あとは防眩ミラーで、ここように SOS ボタンがついていたりとかで、今までのシビックもそうでしたけども、ルーフライニングも黒のままですし、でこちら少し変わりましたね。ベゼルみたいに、静電式のライトではないですけれども、このように LED のルームライトもついていて、非常にちっちゃくなってデザインをスポイルしない形状で、最後にこの車に乗り込んでものすごく重厚感があるなって感じたところなんですけれども、これがそのシートになります。でシート自体もプライムスプースにファブリックなんですけど、こちらがスエドッチョっぽいファブリックになっていて、この辺もすごく重厚感が高いプレミアムなセダンに乗っているんだなという気持ちを与えてくれる、そういった車になっています。で、なおかつこのように赤ステッチ、タイプ R を彷彿させるような赤ステッチ、ホンダのスポーツというものをね、しっかりと感じることができるプレミアムなスポーツセダンになったなという印象を非常に強く受けました。はい。ってことで、今回は、まあ、この車、今日はナンバーがついていないので試乗できないんですけれども、月曜日にこの車を試乗させていただく機会がありますので、まあ、今回は、まあ、私自身、シビック、元シビックオーナーということもありますので、シビック目線で、この今回の新しいシビックがどのような方向で変化したのかということについて、今後もお伝えしていく予定でございます。今回もこの動画をご視聴くださいまして、どうもありがとうございました。また興味がございましたらチャンネル登録の方どうぞよろしくお願いをいたします。失礼をいたします。